はい、皆さんこんにちは、スローの立下と田中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ね、今日はもう何でしょうという前にもうね、靴がずらっと並んでますけれども、はいはい、で、あのパドモン&バーンズ、はい、ね、ご紹介させていただきましたけれども、はい、あれの第2弾ね、大変ご好評いただいていただいて、はい、秋冬バージョンがあの入荷してきて、あれですね、なんか入ってくる、はい、入ってこないって言ってたあのあれってことですね。そうです、そうです。あの序章があって、序章があっての本章が今始まる、はい、っていう感じですね。そうですね。前回のがスウェードのねタイプでグリーンと、うん、はい、あれはレッドブラウン、まあレッドブラウンですね、二色展開、はい、あれはスウェードだったんですけど、あれはそうです、スウェードだったんですが、はい、今回はあの表側を、表側、はい、表側の、ちょっとまあ脂肪側タイプを脂肪側ですね、はい、ご用意しておりまして、はい、まあ単純にスウェードに比べるとちょっと張り感があって、はい、あの見た目にもちょっと硬い印象っていうのがね、うんうん、出てるので、うんうん、やっぱり秋冬ってね、あのお洋服も重量が増えると思うんで、うんうん、そこに負けないように、うん、この革靴を選んだということと、もう一個実はあの理由がありまして、ちょっとお察しのいい方だともうお気づきかもしれないんですけど、この棒のシリーズ、はい、でちょっとリニューアルした棒のシリーズの、はい、この、まあ、ビジョンがついたクラシックなタイプなんですけれども、はい、これにちょっと合わせたくて、このツイストバックルシリーズとのちょっとこの相性も踏まえての、はい、そうですね、カラーリングだったり脂肪の、はい、こうね、加工が入ったものを今回チョイスしたっていうところで、はい、そうですね、あえて選んで、なるほど、うん、じゃあスローが、やる理由としてやっぱこうスローのインラインのものと相性がまたいいかなっていうところでのご提案っていう形だったんですね。そうなんですよね。なるほど。あの某あの C 社の、はい、まあ、世界的に有名なイギリスのシューメーカーですけど、もともとこのワラビーっていうのをあのこの会社に依頼して作っていたっていうところから始まっているもので、で、まあこの工場が独立して自社でブランドを始めたっていうところの、まあ当然そのまあラスト木型ですよね、からまあ機械まで全て、まあ職人もそうなんですけども抱えて作ってるので、あのクオリティ、あの雰囲気っていうのはもう踏襲しながら、ちょっとオリジナル性を出しながら作ってますよ。なるほど、うん、登山用もその軽、ね、軽登山用のね、軽登山用、軽い登山用の、うん、まあ、アンクルブーツっていうところで、うん、まあ、マッチ仕様にこうデザインしたもので、クレープソールっていうところがやっぱりこれの一番、うんうん、まあそうですね、これ代名詞でもあり、歩きやすくてね、いいですよね、クレープソール。そうですね、天然ゴムなのでね、うん、そうです、そうです、なんかやっぱり圧倒的にやっぱ履きやすくて帰りがすごいいいんですよね。確かにね、うん、スニーカーですよね、これも。はい、そうなんですよ。だから本当なんだろう、革靴の見た目ではあるんですけど、感覚としてはスニーカーみたいな選ばれ方する方が非常に多くて、いや本当にまあそのフィッティングに関しては少し緩めなのかな、うん、そうですよね。なので、まあ、あのオンラインとかでも販売する予定ではあるんですけど、はい、まあ、サイズはちょっと横にちょっと載せておきますけど、まあ、参考にしながら、はい、立下さんで、例えばスニーカー、で何ですか。日本サイズで僕25、はいはい、で、うん、ぐらいなんですけど、はい、25か、まあ、25ちょっとちっちゃくても6で履いていただけます。はは、田中であればだいたいスニーカーで27から27.5ぐらいで、まあ、8ぐらいですね、まあ、8ですね、うん、8でもすごくあの結構ゆとりがある感じではあったんで、そうですね、うん、今回ちょっと表側にしてる分、うん、スウェードに比べると馴染みはゆっくりなんで、そうですね、まあ、その分ちょっとまあ履き応えはあっていいのかなとは思いますけど、なんせやっぱりエイジングとか、うん、ね、期待できそうな、あ、そうですね、ね、感じもありますしね、はい、これはもうしっかり周年って、ね、してあげて、うんうん、綺麗に履いていただいてもいいのかなとは。確かに確かに、うん、で、前回のモデルを踏襲しているのがやっぱここの履き口の部分なんですよね。おと言いますと、そう、この履き口の部分が、はいはい、まあ、第1弾と同じ色のスウェードをどっちも貼ってます。なるほど、はい、第1弾の DNA がこんなところに入っているわけです、継承されてます。なるほど、そうなんですよ。そしたらブラック×グリーンという形でよろしいですか。そうですね、カーキというか、まあ、はい、まあ、前回のやつが、はい、これなんですけれども、あ、横に、はい、はいはい、あ、なるほどですね。こうやって見るとかなり差が分かりますし、分かりますよね。で、レンガの方が、これですね。あ、なるほどですね、はい、あ、じゃあなんか今回のまたちょっと二度おいしい感じも、そうなんですよ、ちょっとね、まあ、アンクル部分なんで、あの正直短パンとか履かないと見えない部分かもしれないですけど、まあまあまあ、
なんかそういうところが、うん、まあ自己満でもありちょっとしたこだわりなのかな、そのスローベッチュの、うん、ちょっとその証拠みたいなところではあるので、そうですね、まあ、はい、でもちょっと見えないところも気を使ってこうファッションを楽しむっていうのが、まあ、スローユーザーの方多いんで、はい、まあ、そういうところもねちょっと楽しんでいただけたら嬉しいですよね、うんうん、と一番、まあ、キーポイントなのかなっていうところと、そうですね、あとは黒に関しては黒のソールっていうのはすごい嬉しいです、個人的に。そうです、そうです、うんうん、もうソールはなるべくちょっと統一感出して、うんうん、ブラックで、はい、もう黒のクレープいいですね、うん、でまあやっぱりこの凹凸がある革なんでツヤが出てきた時のこの立体感っていうエイジングっていうのを気に入った方はもう楽しんでいただけたら嬉しいなっていうところです ね、はい、組み合わせもちょっとコーディネート、ね、冒頭で撮ってましたけど、あ、そうですね、めちゃくちゃいいです、合います、そう、なんかねやっぱり色が近しいのとこう顔の質感もちょっと近しいんで、うん、なんか僕も持っててすごい安心感があるというか、確かに、コーディネートがすごいしやすかったっていう、うん、レザーのファッションの楽しみ方ですよね、うん、ちょっと色を合わせていただいたりとかしても面白いんじゃないかなっていうのは、うん、ちょっと展開テンポを絞ってます、なるほど、で、今と予定しているのが、まず自由が丘、はい、あとは南堀江店と福岡店の3店舗で、とあとオンラインですね、オンライン、はいはい、でも展開しますので、なるほど、まあ、もしちょっと店舗で試着だけして、どうしてもちょっと遠くて1回目にするって方とかはオンラインも全然完備してますし、はい、サイズ感とかもお問い合わせいただけましたらお答えしますので、じゃあ、まあ、はい、関東関西とあと九州エリアでは、はい、まあ、ちょっとご試着できるかなっていう感じですね、そうですね、はいはいはい、で他店舗で、あ、まあ、欲しい店舗で完売している場合は多少在庫を持っている店舗もあるんでお取り寄せも全然しますので、気軽にお問い合わせいただけると嬉しいですね、わかりました、はい、ちなみにその、はい、ボーノのそのツイストバックルシリーズは、はい、今回ご一緒に紹介したってことは在庫が今そうめでたく再入荷しましてね、これ早い、はい、早いこれね、めっちゃ早かったっすよね早い、まあ、確かに僕らやっぱ見てあいいなって思ったってことはやっぱお客様もね、そうですね、すごいいいなと思ってくださる方が多くて、サイズもめちゃくちゃやっぱりいいですよね、うん、今本当に必要としているサイズ感というか、まあ、うん、財布携帯で、まあ、モバイル機器とか少し入れて余裕があるぐらいなんで、はい、まあ、ちょっと普段のお出かけからね、そうですよね、うん、これもぜひこちらの商品に関してはグッズストア含めて全ての店舗でお取り扱いしてまして、はいはい、ぜひご試着できる方は靴とカバンで、はいはい、楽しんでいただけると、レザーブランドスローが渾身のコラボレーションを ねしたこちらをぜひ選んでみるのはいいんじゃないかなって思います、うん、今回また見ていただいて、はい、パドモはちょっと見たいな、路面店足運びたいなと思っていただいた方は、高評価ボタンと、はい、チャンネル登録をぜひ、はい、励みになりますので、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、ピー、ピー。